やっちまった。まさか子供を引いちまうなんて最悪だ。まだトラックの下にいるみたいだけど、まずは会社に連絡しないと。速報です。本日朝早くに通学中だった10歳の女の子がトラックにはねられ。おいおい、この報道さ、なんか違和感しか感じないんだけど、俺だけか？いや、私も思った。それ絶対おかしいよ。先日25年もレギュラーを務めた噂の東京マガジンを卒業したことでも話題となった風見慎吾。そんな彼の芸能人生は1982年金ちゃんの週刊金曜日にて鮮烈なデビューを飾ったことから始まる。番組に出演してからはすぐさまその抜群のアイドル性と音楽性から国民的人気を獲得し、当時はまだ誰もやっていなかったブレイクダンスの先駆者としても脚光を浴びた。そして1994年にはモデルの直子と結婚し、長女エミル、次女フミネら2人の子宝にも恵まれて順風満帆な日々を送っていた。父、母、これ見て、上手に描けた。あら、すごいじゃないエミル、大人顔負けね。父、私も一緒に描いたんだよ。えらいぞフミネ。それじゃあ頑張ったご褒美に今日の晩ご飯は豪勢に行こうじゃないか。両親を父母と呼ぶ愛くるしい娘たち、それを微笑ましく見つめる風見と妻直子、そこにある光景はまさに幸せそのもの。旗で見ていれば誰しもが笑みをこぼすことだろう。だが2007年1月17日、そんな幸せは無残にも崩壊し、彼ら幸せな家族に悲劇が訪れた。今日のツナサンドも美味しかったな。さすが母だね。そこの女の子、危ない。こんな早朝に電話、何かしら。はい、もしもし。あなた、今すぐ起きて、早く。なになに、もう少し寝かせて。エミルが交通事故に遭ったのよ。なんだって。いつもと変わらぬ幸せだったはずの朝、子供の通学路にて起きた最悪のこの事故。風見らが慌てて現場に急行すると、そこには地獄が広がっていた。エミル、エミラ、誰でもいい、手伝ってくれ。わかった。エミル、頑張れエミル。おい運転手、エンジン切れよ。救急車まだ来ないの。悲劇と怒号、そして悲痛が飛び交う事故現場。何人もの人が協力し、どうにかトラックの下から出すことはできたのだが、彼女はすでに瀕死状態だった。エミル、エミル、頑張れ頑張れ。10回20回、何度その名を呼び続けたことだろう。一度はその声に応えたこともあったが、悲しくも彼女は病院で息を引き取った。うちの子には何の日もないのに、なんでこんなことに。その後風見は通夜の場にて会見を行い、そこでは娘への強い思いが吐露された。二十歳になった娘と一緒にお酒を飲むのが夢でした。こんなことにならなければ、ただこの件で犯人は責めません。喧嘩嫌いだった長女のためにも。どこまでも長女エミルのことを思い、前を向こうと必死に頑張る風見。けれど現実はそううまくもいかず、心は沈み、直子は病気がちになって家庭は崩壊寸前に。次女フミネも風見らを思ってか自分をエミルというなど、優しさとともに空虚さがあるその姿はとてもいたたまれなかった。そして案の定とも言うべきか、テレビはこぞってこの一件を取り上げていた。気持ちのいい朝に起きたまさかすぎる悲劇。あの風見慎吾の長女エミルちゃんが交通事故に遭って亡くなりました。非常に明るい性格だったという彼女、風見家では次女フミネちゃんと一緒によく遊んでいたようで。事故が起き、それを報じるテレビ、やっていることは別に不思議ではないだろう。
しかし視聴者たちはそこで違和感を覚えていた。ねえ、なんだかおかしくない？なあ、俺も思ったよ。この報道の仕方、今までの同様の事故と明らかに違うし、なんか変だ。なんで加害者の情報がないんだ？全くと言っていいほど報道されない加害者の情報。人を死なせるほどの事故を起こした場合、通常であればその加害者の情報は割と詳細に出るもの。あまり見たくはないが、そんなニュースを何度も目にしてきたことだろう。にもかかわらず、実名すらも出ず扱う情報は被害者のことばかり。風見が喧嘩するつもりはないと言ったことでその意を汲み取ったのかもしれないが、正直それとこれとは話が別だろう。しかも取り調べをした警官によれば、彼の行為は非常に悪質だったことも分かっていた。交通事故というのは数パーセントくらいは被害者の責任ということもあるんですがね、この事故に関しては絶対にそれはありえません。というと、あの場所って通行禁止のスクールゾーンなんですよ。そんな場所に侵入した上に青信号で渡っていたエミルちゃんを引いたんです。彼はそんなむごいことを。しかもその後救急車を呼ぶこともせずに、やったことはまず会社への連絡。どこまでも自分勝手な行動です。ひどい。通行禁止区域に侵入した挙句に起こした事故、しかもその後の処置もなし。罪はかなり重いでしょうね。決して許されてはならない過失 100% の運転手なのに、実名すらも報じないテレビ。その上、裁判の判決は、休憩3年で判決が禁錮2年。あれだけ悪質なことやっといて、これは短すぎるだろう。しかもその判決ですら不服で控訴するとか、反省ゼロか。事故の内容と反省してないことを考えたら2年じゃ足りないって。テレビは何やってんだ。こういうのが一番好きだろ。いつもみたいに注意喚起とか教訓とか司法の理不尽さとかコメンテーターに喋らせろよ。やっぱりあれが原因なのかな。あれ、一つ闇深い噂があってね。テレビ局が加害者情報を何も報じない、あまりにも不自然なこの状況。その理由がなんと、トラックの運転手が花王ロジスティックの運転者だったからというのだ。花王といえばテレビ局の大手スポンサーとしてあまりにも有名だ。だからこそその恩恵をなくすわけにはいかないとテレビ局側は忖度し、報道しなかったと言われているのだ。まあ公言してないからこれはあくまで噂止まりだけどさ。でも運転手が花王の社員だったのは、花王の広報担当がコメントしてるから確定だし、加害者の情報を一切出してないのもご覧の通り。トラックのロゴにだって不自然にモザイクがかかってたしね。マジかよ、超利権にとらわれてるじゃん。あれだけ被害者ばっかを扱ってたのも理解できたわ。確たる証拠はないが、通常とは明らかに違う報道の仕方に加えて尺の偏りなども考えれば、どうしてもつながりを感じずにはいられないだろう。風見家にとって救いのないこの一連の事件。しかも事件後に風見家は長男も生まれる前に亡くし、悲劇ばかりが訪れている。しかしそれでも今、風見家はそれらを乗り越えて強く生きていた。ふみね、誕生日おめでとう。すっかり大人になっちゃって、アメリカ留学頑張ってな。うん、父みたいに舞台に上がりたいから、私英語頑張るよ。私たちも頑張らないといけないわね。一生懸命生きてエミルに会った時に、父母頑張ったねって言ってもらえるように。そうだな、僕ももっともっと仕事頑張るよ。フミネも動いてるのに僕だけ止まっていられないからね。フミネの明るさに支えられながら前を向いて歩いていく風見家。闇ばかりを感じさせた今回の一件だが、風見家の周りには確かな光があった。間違いなく花王だから犯人の情報が伏せられたんでしょうね。テレビなんて某スポーツ紙の次ぐらいに信用ならない報道媒体だし。風見さんはそんなテレビに出続けることに葛藤があったと思うよ。テレビのニュース番組なんてバラエティ番組と一緒だから。またやばいことをさらっと言っちゃっ
って真実なんて一つもないじゃない。ある時はスポンサーの犬になって、またある時は政治家の犬になって、またまたある時は警察の犬になってさ、もうアベマニュースしか勝たん。ショーの心は独自の集金体制があって忖度ないから。政治家がひろゆきとかにボコられてるの飯うますぎ。この人怖いものないんか。それに